皆さん、こんにちは。河合圭介です。本日2024年、7月の17日、11時52分、プロ野球業界、まあ、メジャーリーグも含めてですね、まあ、今回メッセージです。本日のオールスターゲーム、ナショナルズ側で勝ちに行きまして、もちろん大谷翔平選手と今永選手が出ていますから、まあ、最初からホームラン、ある程度は狙ってました。まあ、状況を、整ってからと、カウントですね。まあ、それによっては、まあ、ホームラン狙っていこうと。まあ、相手が、その、アメリカンリーグの選手が、変化球タイプの選手で、ランナー、ノーアウト1、2塁で、翔平に、打順回ってきましたから。まあ、しっかりと、ボール球に手を出さずに、ノーストライク。まあ、正確に言うと、ツーボール、ノーストライクというカウントが作れまして、正直、こうだなっていう場面は、ちょっと頭の中よぎったのと、それを考えたら、相手選手にも伝わってる可能性がありますから、変化球が甘く入ってこないで、ストレートをチョイスしてくる可能性もあると。まあ、その両方、考えていました。ちょっとまあ、バットは、先の方だったかもしれませんけども、まあ、変化球ですから、やっぱり飛びます。初めてオールスター戦で、大谷翔平選手がホームランを打てたというところで、まあ、大谷翔平選手、おめでとうという言葉と、あとは、今永選手、しっかりと、抑えれました。その後、試合始まる前から、確認をしておくべきだったんだと思います。まあ、しっかりとした、例えば第二次世界大戦の後とかの、オールスター、アメリカンリーグとナショナルリーグ、どちらがたくさん勝ってるかっていう数字を、まあ、見ておけば、法のもとに平等という方向性で頭の中、行きやすくなる。そういう部分があるんですけども、まあ、3対0でリードしていたときに、相手に、まあ、タイムリーなどを打たれたとき、その時、まあ、マウンドにいらっしゃった方が、ピッチャーどなただったか、もうちょっと記憶、あまりもうそこまで名前覚えれてないっていう部分もあるんで、ちょっと名前が今出てこないんですけども、頭の中の供給があのヒット打たれたとき、言ってないんですよ。僕の頭の中は。で、その辺のところが、まあ、少し、悔しいところですね。で、まあ、日本と違って、その、ピッチクロックと、まあ、バッタークロックという、まあ、スピーディーな展開に関して、まあ、私の方で、言葉の組み上げっていうのをいつも、日本の試合でも行ってるんですけども、ワールドベースボールクラシックもそうなんですけども、ピッチャーの方だったら、河合圭介の頭の中を、ピッチャーの誰それさんに、コントロールを中心にお渡しいたしますと。まあ、文章は前後はちょっと変わったりとかもしますけども、なんせ言葉の意味通りで固定をすると、そうすればその選手に頭の中が行くんですね。そうじゃなかったら相手選手をカメラが映しているとき、そちらの方に頭の中が行ってしまうんですよ。で、まあ、早く投げるものですが、言葉のワードが組み上げるのが非常に難しかったと。で、そこをどう対応、途中から対応できたかって言いますと、対応方法見つかったんですよ。コンピューターさんにお願いしますと、言葉の内容通りに今後も進めてくださいと。だから、誰それさんにコントロールを中心に淡いケースから頭の中をお渡しします。それ、そのワードまでで渡せるようになったんですよ。それは、残念ながらリードをされてから発見できたことなんですけども、まあ、途中で試合途中でしたね、確認したのは、アメリカンリーグがここ数十年間で、たくさん勝ってると。で、まあ、もちろんその第二次世界大戦の後のそのアメリカンリーグとナショナルリーグのオールスターの勝ち星を、本当は確認しなきゃならないんですけども、ここまでこうだったら多分もうそうだろうと。アメリカンリーグの方が多分勝ってるんだろうなと。そしたらここは法の下を平等を聞かせて頭の中を行きやすくして、で、これ勝ちに行こうと。まあそういうふうな形で物事を取り組んで、まあ、最後の最後まで、諦めませんでした。まあ、最後から2番目のバッターの方、
ゴロだったんですけども、ファースト側へ、ライン際ギリギリの、ゴロで、内野安打という形になって、まあ、ホームランが出れば、まあ、同点、もしくは、まあ、つなぐという場面ですね。まあ、その時の、まあ、バッターの方の、その体格等にもそれも正直あると思います。だから、まあ、あの場面、最後のバッターの方は、つなぐ形を僕の方でチョイスすればよかったんですが、最初のホームランのことを考えてしまったんですよ。その辺のところで、まあ、打てなかった可能性があって、まあ、こういうことは、正直に、まあ、私の方から、公開しておいてですね、まあ、決してその選手 の, せいでもないっていうところですね。まあ、私の方 の, 失敗も、込みであると。まあ、ただし成功の部分もあると。まあ、その辺のところですね。結局は試合には勝てなかったので、かなり悔しい気持ちです。と、あとは、まあ、日本の、試合なんですけども、まあ、アメリカの方たちもご存知かと思うんですけども、僕の方が、天気を、だいぶ操作していると。で、台風の発生数も抑え込んでいると。で、まあ、日本で、今、首位にいるチームは巨人というチームなんですけども、阪神タイガース、まあ、僕の地元のチームなんですけど、今年は横浜 DeNA というチームを優勝させようと思って頑張っています。そのためにも、首位にいるチーム、我らが阪神タイガースがしっかりと、勝ちに行くと。そうすることによって、昨日、横浜ベイスターズさんの試合、雨で流れてるんですよ。その前の日ももしかしたらそうだったかもしれません。まあ、とにもかくにも、昨日もし試合があって、テレビで放送さえしてくれていたら、僕はマンツーマンで阪神タイガースの試合につ ついて、多分勝ってると思うんですよ。だからその辺のところで、日本の、サンテレビジョンとか一体何をしてるんですかと。いうところですね。まあ、地元 の, 放送局なんですけども、阪神タイガースの試合しっかりと中継しないとっていうことになってくるんですよ。特に相手、首位のチームで、注目度高い。で、まあ、諸行原理的にも合ってますから、そこは中継しなきゃダメですよ。で、そこ、やっぱり、ね、その、横浜 DeNA さん、っていうチームは阪神タイガースと同じで最下位の数が史上最多タイで、昔ももう本当にお客さんがなかなか入らなかったんですよ。なかなか優勝できなくて、で、まあ売り上げも年間球団として27億円しかなかったり、そういう年とかが昔多かったんですね。で、太陽ホエール、その前がまあ太陽ホエールズという昔の球団名がそうだったんですけど、本当に最下位争いばっかりのチームで、で、そこを勝たせてあげなければならないという形でですね。まあ、神がかり的な力は云々等で、何かあるだけで、人間としてそんなに実力に差があるかっていうと、プロ野球選手として毎日野球に取り組める環境がある限り、僕は差はないと思っています。大きな差は。だからそこのからくりとかを見破っていったりとかで、どうとでもなると。現実的に横浜 DeNA の選手からも、まあ、今永選手、メジャーリーグ行って活躍してます。日本代表で、牧選手や、宮崎選手、活躍してます。決して実力、個々の能力は劣ってるわけじゃありませんので、あとはまあ、その辺のところですね、試合の巡り合わせ云々、どこのチームと対戦して、周囲のチームが負ける云々っていうところがありますから。だちょっとサンテレビジョンの人たち、とにかく阪神タイガースの中継はしなきゃならないんですよ。いろんな意味です。そこ、やっぱり人権かかってますから。だからもう本当は、昨日の時点で横浜 DeNA さんが、まあ、並んでるんですかね。周囲になるのか並んでるのか、ちょっとまあゲーム差は 0.5 ゲーム差ぐらいだったとは思うんですけども、だから雨で流れても阪神タイガースの試合に集中できるっていう部分がありますから、だからその辺のところ、サンテレビジョンはとにかく、プロ野球中継をしなきゃならない。こういう形で、動いてください。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、着信通知の設定と、あと、ハワイさんの動画見た方がいいよと。まあ、着信通知の設定がわからない方は、身の回りの方に聞いていただいたりだとか。
していただけたらいいなと思います。まあ、僕としても河川の撮影とか、まあ、エネルギーの残存量問題で、行かなきゃならないんですけども、ちょっともうお金の方が不足してきまして、まあ、YouTube の方でお金が入ってくるようになれば、交通費、少しぐらいは捻出できるなと、そういう状況ですので、皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録しなくても、なんつえ見ていただけたら、過去365日を遡って、まあ、3000時間なり4000時間超えたら、まあ、パートナーズシップだとか、まあ、ライブでまあ投げ銭だとか、そういうふうなものとか、メンバーになっていただいたりだとか、まあ、CM ついたりだとか、まあ、いろいろありますので、まあ、皆さんご協力していただけたらなと思います。長々とご清聴ありがとうございました。これからも皆さんよろしくお願いいたします。